その意味に気づけませんとね、人生好転のチャンスを見逃してしまうかもしれません。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。来たる10月5日土曜日、東京は目黒で魂が震える法話会を開催いたします。席数に限りがございますので、ご希望の方は概要欄からチェックしていただいてお申し込みくださいませね。またかんちゃん住職の書籍魂見合い開運と白檀の線香守護香種まつ絶賛発売中でございます。これらお求めの方もね、概要欄からご確認くださいませね。皆様の中には観葉植物を育てているという方もおられるかと思います。そんな物言わぬ植物に毎日手をかけ目をかけて真心を込めながらね、お水をやったり肥料をあげて日光に当ててと手塩にかけながらしっかり育てている大切な観葉植物、そんな植物がなぜかある時急に枯れてしまった、そんな残念なご経験ございませんでしょうかね。実はそこにはスピリチュアルな意味が隠されていたのかもしれません。お水のやりすぎとか日光に当てすぎたなんてこの原因がなければ、スピリチュアルメッセージの可能性が高いかと思います。もしそうだとすれば、せっかく自分へのメッセージとして枯れ落ちる姿を見せてくれた植物に申し訳ないし、その意味に気づけませんとね、人生好転のチャンスを見逃してしまうかもしれません。自分の運気がこれ以上低迷しないためにもね、自分が大事に育てた観葉植物からのサインを見逃したくはないですよね。そこで今回は観葉植物が枯れる時の意味について、そして枯れないようにする対策などについてね、お話しさせていただこうと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは今回もですね、こちら四五香1本炊きまして、お話を始めさせていただきたいと思います。では行ってみましょう。観葉植物がそばにあるだけで心を癒してくれる存在ですよね。ある時そんな観葉植物が突如として枯れていたとしたら、その姿を目の当たりにした時のショックはもう本当に言葉を失ってしまいます。いや、私自身もね、これまで大切に育ててきたその観葉植物をこれ、ね、何度か枯らしてしまったことがございます。直射日光に当てすぎたとかね、お水をあげすぎたなんてそういった理由はなかったんですけれども、昨日まであんなにピンピンして元気だったのにね、本当にごめんねというね、もう何とも言えない気持ちになりました。特に人為的な理由とかそうした何かの原因もないのに、お花も植物もすぐに枯れてしまう、そんなことが続いたこともございました。私の場合はね、この観葉植物をこの玄関の内側に飾っておりました。お寺の玄関にはいろいろな波動エネルギーを持った方が頻繁に出入りする場所でございます。おまけにネガティブな悩み事を抱えておられて、ご相談にご来人なさる方が続いた時というのは、本当にこう適面にね、植物やお花が枯れていく姿を見せられてまいりました。なるほどなぁとね、植物はその空間を浄化してくれてもおりますので、ネガティブなエネルギーを吸収して、ある意味私のね、この身代わりになってくれていたのかもしれないなつってね、そんなことを感じるようになりました。やはり実際ですね、そうしたスピリチュアル的な理由もあるもんでございます。そこで観葉植物は枯れる時のスピリチュアルなサインということなんですけれども、今回の動画をチェックしていただいて、観葉植物は枯れる時のスピリチュアル的なサインについてご確認いただければと思います。では早速具体的なサインについてご紹介してまいりたいと思います。観葉植物が枯れる時の意味5選、1つ目はあなたの身代わりになっている。観葉植物にはその場に流れる悪いエネルギーを吸収するというお役割があるようでございます。先ほどお話申し上げましたね、新成寺の玄関である時期かなり頻繁にお花や観葉植物が枯れ続ける、そんなことが起こりました。外から持ち込まれそうになる悪い気を観葉植物はね、その身をもって、いわば私たち家族の身代わりとなって負のエネルギーを受け取って守ってくれたのかもしれません。それを証拠にね、私たち家族はみんな元気でおります。重い病気を患っている両親もいますけれども、病院の主治医がね、これ驚くくらい元気に日常生活を過ごさせていただいております。観葉植物の存在によって私たちは浄化されているのを感じることがございます。元気に生き生き育つの植物を見ているだけでもね、もう自然と癒されますよね。観葉植物が枯れる時の意味5選、2つ目は運気低迷のサイン。植物が枯れることによって私たちにネガティブなサインを知らせてくれることもございます。持ち主の運気が低迷していたりとか、これから悪くなる予兆が出ていたりする時もね、観葉植物はそれを察知してね、それをね、私たちに枯れるなんて姿を見せて知らせてくれるなんてことがございます。一つ目にご紹介させていただいたのは、外から持ち込まれた負のエネルギーの影響でしたけれども、今度はね、持ち主あるいは家族の中に負のエネルギーを抱いている人がいて、そんな負のエネルギーを吸収して吸い取ってくれた、そのエネルギーと同調してしまったがゆえに枯れてしまったということも考えられます。
いずれにいたしましても、自分の環境を見直すことでね、新たな成長の機会を見つけ出すことができるかもしれませんよ。観葉植物が枯れてしまった時というのは、自分の運気が低迷しているのかもしれないなっつってね、一度最近のね、この自分の心情とか言動を振り返ってみましょうね。何かに気がつければそこを改善して自分の成長の機会につなげてまいりましょう。観葉植物が枯れる時の意味5選、3つ目はエネルギーが滞っている。観葉植物は生命のエネルギーを循環する役割もございます。そういう意味ではね、今現在自分のエネルギーが滞っていることを観葉植物は教えてくれている可能性もございます。例えばお仕事や勉強などに強いストレスとか、あるいは不安を感じていたりとかしてね、毎日続くその仕事疲れが溜まっておりますと、そういった場合には心身ともに不安を感じることがございますよね。そういったものを観葉植物は感じてね、枯れ落ちていってしまっている可能性もございます。今一度自分の体調を見直してみてくださいませね。また観葉植物が枯れ始めたら、枯れた葉っぱとかその枝をカットしたりとか、土をほぐして栄養剤や水を適量をちゃんとあげるようにしてみましょうね。場合によっては鉢の中で根詰まりしている可能性もございます。どんどん成長したいのに根が詰まってエネルギーの流れが悪くなってしまえばね、負のエネルギーを吸収する力も弱まっていきますので、今度は私たちとかね、あるいは家族に何らかの悪影響というか負のスパイラルが始まる可能性だってございます。しっかりと観葉植物を育てるようなね、そういった意識を向けて真心込めてね、そうお水やったり肥料やったり鉢を変えながらね、のびのびと成長していく姿をね、見守りながら自分自身をも癒されてね、そしてお互いにこう気を高め合っていける関係が作れたらいいですよね。観葉植物が枯れる時の意味5選、4つ目はその場を浄化して気を整える必要性がある。観葉植物が枯れるのは負のエネルギーを常に浴びているからかもしれません。それは例えば誰かからもらった負の念だったりですとか、あるいは悪霊があなた自身、あるいはお家の中に住み着いているという可能性もなきにしもあらずでございます。同じお家、同じ観葉植物でも、その観葉植物を飾っている場所によっては顕著に枯らされてしまうことがございます。負のエネルギーをそのまま放置しておりますとね、運気はどんどん低迷してまいります。何か不吉なことが起こるかもしれませんので、悪いことが起きる前に気をつけて行動しつつ浄化することをお勧め申し上げます。浄化方法は基本的に換気でございます。加えてお線香で浄化するのもこれおすすめですよ。観葉植物が枯れる時の意味5選、5つ目は愛が足りていない証拠。これはね、もう本当に不思議なんですけれども、植物っていうのは私たちの気を感じ取っては元気になったりしおれてしまったりとかね、その姿を持って示してくることがございます。そうやって元気がなくなってしまった植物はそのままずっと元気がないのかといえばそうでもなくてね、ちゃんと真心を込め直して、それ手入れをさせていただいたり声をかけておりますとね、また元気を取り戻していってくれます。たとえ忙しかったからお世話がおろそかになってしまったというのは、そんなことはこちらの都合だけでね、植物によっては全く関係ありませんよね。愛情不足で枯れ落ちてくるなんてことはございます。この時に大切なのは、あなたご自身のことも大切にできていない可能性だってございます。自分にも、そして植物にも愛情を注げなくなってしまえばね、ご家族やあるいは友人知人らとの人間関係もね、こうだんだんギスギスしてね、こううまくいかなくなってしまう可能性がございます。家族やパートナー、あるいは職場の人間関係、友人知人との対人関係に悩みを抱えている可能性が考えられますので、大切な観葉植物が枯れてしまった時というのは、そうした植物からのメッセージを見逃さずに、自分が関わり合う相手の人とね、ちゃんと向き合ったりですとか、人によっては距離を置くなりして、自分の意見がちゃんと言えて相手の気持ちもちゃんと聞ける、そんな相手に対する愛情があればね、お互いに大切にし合える関係が築けるかと思いますよ。まず何よりも自分自身を大切にするようにいたしましょうね。そうすればおのずと人に対しても、そして観葉植物に対してもね、豊かな愛を注げるようになるはずでございます。ということでまとめ、観葉植物が枯れる時の意味5選、1つ目はあなたの身代わりになっている、2つ目運気低迷のサイン、3つ目エネルギーが滞っている、4つ目その場を浄化して気を整える必要性がある、5つ目愛情が足りていない証拠、以上5つ大切に育てている観葉植物が枯れる時のスピリチュアルなサインについてご紹介させていただきました。当然のことながらね、これ観葉植物も私たちも同じく命をいただいている生き物でございます。なので私たちと似ている部分がこれ多々ございます。私たちは人から相手にされなかったらこう寂しい気持ちになって、何も手につかなくなったりですとか、気分が落ち込んで体調不良を患うことがあるかと思いますけれども、それはね、こう観葉植物だって同じでございます。
例えば真夏の暑い日が続いているような季節に1日水やりを忘れてしまったなんてことがあったら、一瞬にして葉の色が変わったり、それこそ枯れ落ちてしまうことだってございます。私たちで言えば脱水症状のような状態ですよね。私たちの心情をそのまま姿形として顕著に表してくれる存在が植物でもございます。今年の夏はね、ざっと酷暑の日がね、続きましたよね。私は玄関にね、6、7種類の観葉植物を並べて育っているんですけれども、植物同士で助け合いのような姿を見せてくれることも実はあるんですよ。酷暑の日にはなるべく日陰の方に入れてはいるんですけれども、強い西日が当たる時間帯になりますとね、割と日の光にも強い植物が、まだ若葉のような比較的この日の光に弱い植物の上にね、覆いかぶさるように重なっては、まあ、つまりこの身を挺して守っているかのようなね、そんな姿を見せてくれることだってあるんですよ。またある時にはお互いを支え合うかのように重なり合っている時もございます。そういった姿を見せられますとね、見ているこちらまでこう思いやりだとか、その慈悲の心みたいなものがね、こう芽生えてまいります。そうやっていろんな瞬間に私たちに気づきを与えてくれる、そして元気をもらえる観葉植物でございます。そういった観葉植物に私たちができることっていうのは、なるべく快適な環境を作ってね、そこで愛情を込めて育てようというその意識を持つことでございます。そうやって意識を植物に向け取りますとね、私たち人と植物はお互いにエネルギーを共有し合ってね、お互い命で支え合っているようなね、そういった関係性でもあるのかもしれないと思わされることがございます。今年の夏はね、とっても暑かったので、専門家の人に観葉植物の状態を見ていただいて、大きく成長した植物をこう株分けしてね、鉢を大きいものを植え替えたんですけれども、そのね、一鉢一鉢の植物がね、ありがとう、これでまた伸び伸び成長できるよなんて言ってね、言わんばかりにですね、もう翌日から若葉の芽をたくさん膨らませては、日に日に元気100倍になってまいりました。こういう植物の状態っていうのは私たち人間と一緒なんですよね。狭いところに押し込まれているよりもね、広いところで自分の個性を生かせる環境が整えられたら、もう生き生きしてくるんだところは同じことでございます。お互いを罵り合っているような家庭で育てられているような観葉植物は早くに枯れていくもんでございます。観葉植物は良い木を発してトゲトゲしい木の流れを身をもって中和してくれております。ただその中和する以上のパワーで家のものは喧嘩してしまっているような、こう夫婦あるいは親子の場合っていうのもございます。そういったね、植物は精一杯ね、良きエネルギーを放ってくれているにもかかわらず、植物自体はこう対応しきれなくなって、自ら枯れて命を早めてしまうことだってございます。家の中にネガティブな気が流れておりますとね、これまでと同じように栄養肥料そして太陽のエネルギーを与えていたとしても、あっという間に枯れ落ちていくことがございます。お互いに自己主張したり喧嘩するのはこれ人間の性ですので、まあ、そういう時もございますでしょう。特に付き合いが長いご夫婦やカップルにはよくあることだと思います。喧嘩するほど仲がいいとはいえね、それも限度というものがございます。大切な観葉植物を枯らしてしまうほど負のエネルギーを相手にぶつけるのはこれやりすぎでございます。植物が枯れてしまうようならね、お互いの言動を振り返って反省するようにいたしましょう。また喧嘩をし始めた瞬間に観葉植物は目に入ってね、スーッと怒りの感情が薄れたというご経験をなさった方もいらっしゃるかもしれません。それはまさにね、ぶつかり合うあなたの負の念とかネガティブなその陰気をね、その観葉植物は吸収して中和してくれた、和らげてくれたんだと思います。植物っていうのは新鮮な気をたくさん発しております。観葉植物をお部屋に置くことで、トゲトゲとしたね、その衝突していた木の悪い流れを中和して穏やかに和やかにしてくれる効果があるっていうのはこれ間違いございません。私はね、屋外は玄関に置いてあって、家の中では寝室とか書斎とかね、そういったところに観葉植物を置いております。皆様もそうした場所に観葉植物の鉢植えを置かれたらよろしいかと思いますよ。あと家族が集まるリビングもおすすめです。今申し上げましたようにね、お互いにトゲトゲしい空気になるところを中和してくれる、そんな尊い存在になってくれるはずですからね。またあなたがお家の中で飾っているおすすめの場所、そこで起きたエピソードなどがございましたらね、コメント欄ぜひね教えていただけると幸いでございます。お家に置く観葉植物の種類っていうのはこれ基本的に何でも OK でございます。ただご自分やご家族に合った植物、あるいは明るい部屋とか暗い部屋によってもね、どの種類の植物どのサイズにするのか、あまりにも大きすぎて邪魔だ
だなぁなんて感じるようならそれは本末転倒ですからね。そうやってネガティブな気を発しているのはいつも私たちの側ですので、どの部屋に置くべきなのかといったことよりも、どこに飾れば心穏やかになれるんだろうかなんてね、そんな意識で飾る場所をしっかりご検討なさって飾るようにいたしましょうね。これまで大切に育ててきたお気に入りの観葉植物が枯れてしまうところとってもショックでございます。そこで私たちの気持ちを癒し守ってくれている大切な観葉植物をね、いたずらに枯らさないためにもしっかり意識しておきたいことを最後に確認いたしまして、今回の話を終わりにしたいと思います。では行ってみましょう。観葉植物を枯らさないために意識したいこと3選。1つ目は部屋の掃除と整理整頓。観葉植物っていうのは私たちと一緒で清潔な環境を好みます。仮に汚れたお部屋とか埃が多い場所では植物の健康に悪影響を及ぼすことがございます。例えば埃が葉っぱに積もるようなことがあればね、これは光合成を妨げられて成長を遅らせてしまったりですとか、湿気が多いとカビとか害虫が発生しやすい環境になってしまいます。観葉植物を元気に育てるためには定期的に葉を拭いたりお部屋を掃除したりしながらね、清潔なその住空間を保つことがこれ大切でございます。またお部屋の中の汚れっていうのは観葉植物にとって大きな負担になるだけではなくて、室内の気の流れを滞らせて負のエネルギーを漂わせてしまう可能性大と言えます。私たち自身ね、掃除が行き届いていて整理整頓きれいにされた空間に身を置いていたとすれば、心の平穏が保たれて余計なストレスをね感じにくくなるかと思います。それにきれいに整理された空間で仕事や勉強に取り組めばね、前向きな気持ちで集中力も高まるし、パフォーマンスもおのずと上がります。もちろん健康的にもいいですよね。ホコリやカビの発生を防ぐことでアレルギーや呼吸系の問題を患う確率も減りますからね。片付ける習慣をしっかり身につけてまいりましょうね。無理なくずっと続けていくことはこれ大事ですし、それができるはずでございます。いずれいたしましても定期的に部屋をきれいに掃除なさってね、清潔な空間を保つ意識を大切にしておきましょうね。観葉植物を枯らさないために意識したいこと3選。2つ目は置き場所を変えてみる。観葉植物は悪い気を吸っていい気を発すると申しました。観葉植物をその置く場所、環境によっては気の流れをしっかり反映いたしますので、植物を枯らさないためにはとても重要なポイントと言えます。空気の循環これ悪いとね、せっかくのいいエネルギーも滞ってしまいますので、換気しやすい場所に飾るのがこれ何よりも大切でございます。その中で部屋の環境で気をつけていただきたいのはエアコンの風が直接当たる場所でございます。観葉植物っていうのは乾燥に弱いので、冷暖房とかね、あるいは送風の風が直接当たっている場所に置いておりますと、どんどん乾燥してしまってあっという間に元気がなくなってしまうことでしょう。またオール電化のお家だとね、このリビングなどは全部床暖房だったりいたします。そんな床暖房の上に直接観葉植物を置いているのはこれ間違いなく NG でございます。床暖の熱と乾燥で一気に枯らしてしまいますので、もし床暖の部屋に観葉植物を置くならね、ちょっと高い何かのものの上に置いていただいてね、直接床に触れないところで飾るようにいたしましょう。あと気をつけるべきはやはり直射日光でございます。いくらこの日光を必要とする植物とはいえね、さすがに直射日光を何時間も浴び続ければ葉焼けを起こしますし、どんどん枯らしてしまう原因になります。お部屋の間取りがどうしても直射日光当たってしまったりですとか、あるいは西日が強く当たるお部屋という場合はね、レースのカーテンをするとか、あるいは遮光カーテン、遮光シートといったものもございますので、何かね直射日光が当たるのを防ぐ対策を講じてまいりましょうね。観葉植物っていうのはね、これ急激な環境の変化にも弱い大変デリケートなね、そういった生き物でございますので、寒い場所から暖かい場所とかね、暗い場所から明るい場所といった急激な環境変化、これはストレスを与えることになります。植物がストレスを感じている時というのは葉を落としてみたりとか、しおれたりしながらサインを出してきたりもいたします。お家の中でも置き場所を変える時にはね、植物の気持ちになって徐々にその環境に慣らしていく優しさが大切でございます。もし植物のこの置き場所に悩むという場合はね、木の出入り口でもある玄関に置くのがこれおすすめでございます。植物を枯らさないために意識したいこと3選。3つ目は家族の健康をも気遣う。同居しているご家族がいらっしゃればね、自分だけではなくてご家族皆様の健康をも気遣っていただいて、みんなで家庭内の気を高めてまいりましょう。観葉植物は持ち主の運気を高めるためにね、そのエネルギーを分け与えてくれる存在でもございます。そういう意味では自分自身はこれもちろんのこと、一緒に暮らす家族もこれ健康でないと植物はどんどんパワーを吸い取られて、しまいには枯れ落ちてしまうことになります。
逆に言えばね、家族みんなが元気で健康ならば観葉植物も元気で健康でございます。観葉植物が本来備えているエネルギーを発揮してくれたらね、家族のみんなの健康運、あるいは対人関係運、金運などなどね、観葉植物は自然のエネルギーを取り入れることで私たちにとっていろんな運気を上げてくれると考えられてもいますからね。お家で育てている観葉植物とともにね、家族のみんなが笑顔でそして健康的に日々を過ごせることがね、これ何よりの運気アップにつながってまいります。もし観葉植物が枯れてきたとすればね、同居している家族の状態も気にする意識を大切にしておきましょうね。ということでまとめ、観葉植物を枯らさないために意識したいこと3選。1つ目は部屋の掃除と整理整頓、2つ目置き場所を変えてみる、3つ目家族の健康をも気遣う。以上3つ、観葉植物を枯らさないために意識しておいていただきたいことを3つご提案させていただきました。スピリチュアルの世界において観葉植物が枯れるというのはあなたへの大切なメッセージが込められていると言われております。時には警告を含んでいることもあるかもしれません。なので観葉植物に何らかの異変が見られた時というのはしっかりと観葉植物からのメッセージを受け取ろうとする意識を大切にしてくださいませね。あなたが負のエネルギーを浄化させて前向きに進んでいくことで植物はますます健康的に育っていくことでしょう。ぜひ自分自身にも観葉植物にもたくさんの愛を注いでいただいて運気を好転させていってくださいませね。はい、ということで今回の話は参考になったらいいと思います。そこのあなた、いいねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。来る10月5日土曜日、東京は目黒の龍源寺様で魂あふれる法話会を開催いたします。席数に限りはございますので、ご参加希望の方は概要欄の URL をクリックするか、あるいはこの新庄寺にね、直接お電話いただいて申し込まれても大丈夫でございます。あともう本当にね、数席におかげさまになっております。ご参加申し込みされている皆様、10月5日は皆様にお目にかかれることをね、本当に心からね、楽しみにしております。ぜひね、素敵な魂が触れる時間をね、一緒に共有して過ごしてまいりましょうね。また今回の動画の感想とか気がついたことなどね、何かございましたらコメント欄のメッセージをお待ち申し上げております。あと個人的にご祈祷やご相談などご希望の方は新庄寺のホームページお悩み相談という項目から直接メッセージをくださればこれ幸いでございます。また守護香や魂見合い会員も絶賛発売中でございます。守護香は長く定期的にお使いいただくことでだんだんと効果も深まってまいります。ぜひね、定期的にお使いくださいませね。それから魂見合い会員に関しましても、ご所望の方へはあなたのお名前と私のサインを書き込みましてご郵送もできますからね。ご郵送方法の詳細などは概要欄に貼っておきますので、ぜひ、ね、チェックなさってみてくださいませね。はい、それでは今回もですね、こちら手のりの響きを持って皆様とお別れしたいと思います。では参りましょう。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。